はい、今回はリンクスのバッテリーパックです。バッテリー非常に持ちませんでしたよね。なのでこんなものが出てます。バッテリーパックと紙のパッケージが書いてあるんですが、ここには違う言葉ですね。実際の本体にはリンクスパワーパックと書いてあります。このようにプラグがもう標準でひょろっと出ていますので、ここの本体のパワーといったところに、まあ、差し込めばいいだけです。まあ、ここは至ってシンプルなんですが、このどでかいパックというのかプラスチックの塊なんですが、まず紐がついています。おそらくこれは肩から刺す下げるものだと思うんですけどもこれを担げと。さらにベルトの通す引っ掛けるフックもついてますね。これそのもの非常に軽いです。ということは実際に中にバッテリーは入ってるわけではないと。でここよく見るとロックがありますので、ロックを解除します。するとこれがスライドするんですね。スライドおお明らかに単三電池ではないですね。この規格はおそらく単一、これです。これマンガンですが、アルカリでもいいんだと思うんですけども、今手元にマンガンしかないので、マンガン電池をなんと 9V 必要ということは6本を直列につなぐ必要がありますので、いやいやいや久しぶりですね。単一電池もう3本入れた段階で重いです。さらに3本、うおこれオプションなんですよね。本体じゃなくて、さらにバッテリーライフを伸ばすためにこの巨大な塊を持ち歩くという。これでなんと20時間アップするようなんですが、ちなみに重さ 748g です。電池込みね。本体 666g なので合わせて 1400g になりますねいやいやいや、これ紐のとこを持って振り回すとですね、このハンマーのように武器になりますね。これはもしかしたらこう護身用なのかもしれませんね。いやいやいや、どうなんでしょう、非常に重たいです。次、おまけに通信ケーブル。通信ケーブルはゲームボーイと違って非常にケーブルが細いです。この普通のプラグですね、これだけでいいんです。さらにすごいのはこれ、もう一個入り口があるんですが、ここにつなぐことによって2人じゃなくて3人、4人、5人と一気に同時プレイが可能になるんですね。なんと8台、この時代8台で同時対戦とか同時にプレイできるなんてすごいです。ちなみにゲームボーイの場合はこの4人用アダプターをつけなきゃいけないので、ちょっとお金がかかりましたが、その辺はちょっとリンクスの方が上です。キャンプ中に強引にアフレコ、非常にあんまりでかい声出さなかったんですが、修正もしてません。ではまた。